おはようございます。大会前ラスト配信かな。大会どうなるかな。でも大会になるといつも強いんだけど、なんでなんだろうな。ヒットってさ、僕戦ってる？一回。この話前もした記憶がある。でさ、前さ、ハイドンスモーク、しんちゃんがさ、強かったんだよね。そのしんちゃんいないんだよね。で、僕30キルして負けたんだよね。あ、思い出してきた、思い出してきた。ザって人いたっけ？なんか、いた記憶がないんだけど。僕が忘れてんのかな？しんちゃん友達だから覚えてるけど。ハイドンスモーク。見直す？ あの試合を。アイスボックス。バロ人生が今一番強いと言いますか。で、今回バロ人生で一番強いとは言いづらいっすね。ただ、一番上手くなってきたとは実感できる。なんか頭良くなって、フィジカルが落ちた感じ。まあ僕の目論見では、スプーンで スプーン1でオフ行って、スプ2で勝つだよね。スプ2には絶対仕上がるから。維持最強誰なんだろう。結構今いいバランスな気がするな。なんか、いいバランスな気がするよ。なんか結構、ダメな時もあるし、いい時もあるなって感じ。今、全員がバランスよく。いや、で、僕、そんな今、最近僕が良くないのかな？役割的にきついんかな？リテイク多いし。いつも土曜日もやってたけど、月曜大会だからさ、もう明後日だよ。だから、明日スクリームしようってなった。収録やってるからね。大会前日寝れなくなるよ。大会前日はもう、18時間ぐらい前に寝始める僕。まあ少ないよね、バロは。あ、てか、バロバってか、多分、スマブラ部門があるから、それと比べられてるけど、基本こんくらいだよ。ちょっと少ないけど、もう2、3回ぐらい、まあ1回ぐらいか、もう1回ぐらいあっていいけど、普通はこんくらい。世界大会は1回。まあ、ロールぐらいあっていいと思うけどね、ウィンターとかサマーみたいな感じで。年に2回ぐらい。こっち年に1回だもんね。来たら、スプ2があって、スプ2負けたら終わり。今年何もなし。だから本当、えぐい世界よな。だチーム側も難しいんだよね。だから、年に1回しかないから、1年間チームを保持できるチームが少ないんだよね。メンバーチェンジとかもね。だから、半年雇って、半年放出して、また半年前ぐらいに雇ってが多いんで。そうすると勝てないんだけどね。レシス、あれか、5人でずっと動いてるから、そう考えたらすごいね。確かに。レンドに関しては、まあ、だからたまにプロ倒してるのかもしれないね。いい勝負とか。今回、まあ、おじさん4人いるからな。FPS 界の。どうなるか。ちょっと僕、リドル好きだったからさ、あれ、同じチームちょっと悲しいね。倒さなきゃいけなくなっちゃった。勝率どんぐらい？ 62% ぐらい。これを高いと見るか低いと見るか。前回3倍過ぎたからな。今回はどうなんだろう。今回も活躍したら、多分そういう星のもとに生まれてる僕。一発目狙いだし。あ、そう。出る方が弱いんだ。
レベル高い街にどんどんしていくからさ。かかってこい、ほら。はい。うーらら。わあ、おお、でもみんな均衡してる、すごい。ウィー、はい、偉い、今のいいシャービリスポンが悪いあの KO はいつも KO のせいやから。うじゅー、めっちゃ死んでる。意識しよう、もう食べます。ちょっと待てーみたいな展開。なんかジェット下初めて見たけど、今の左右右よし回復して、このマップ3点バスぐらいしてもいいな。そうそうそう、今の今の今みたい、振り向いた後にタップ、手首が、あ、嗅覚ってか、まあここだろうなみたいな、どうせここしかないなっていうのを頭で考えてる。いつもってなんかピチ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 当てられる、ファントマがいる。ウェアブおお、なかった。わお、インシャット。終わるか。まあ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 。